今日はパクらないのんちゃんです。作語が結構多いですね。うん、下だけでなくね、上の方にも雲がある。あ、ワニだ、ワニワニワニあ、ねえねえなんかこのワニのキャラクターいましたよね。あの SNS で話題になった100日後にてんてんてんっていう、あのこう毎日毎日更新されていくワニさんのキャラクターいたと思うんですけど、それにそっくり。あ、100ワニだ、100ワニ。うん、ねえ、いやー似てる、見えますよね、ワニさん。じゃあワニさんと一緒にお送りしていこう。今日も誰にも言われてないけど読むわよ今日はあの二十四節気で霜降というですね、ものになってるんですよ。霜降ね、霜が降りる、まあ、これを使わない手はないだろうということなんですけど、何も浮かんでません。まだなんか今から浮かぶはず。うん、霜降、霜が降りる、だから冷えてきているってことですよね。季節進んでるけどまだ秋の雲。すごい即興なんだけどもうちょっと考えてきた方がいいのかなね、難しいですよね、霜降で。だからね、霜、霜降で4文字なわけじゃないですか。だから霜降なんとか、どっちに、そう、だから一番最初の句に持ってくるか最後の句に持ってくるかでも悩むんですよね。霜降を一番最初に持ってこう。霜降ほにゃらら、なんとか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 にします。霜降の。あ、霜降してるうちに浮かぶよ。うまい。うまいです。そうだよね。霜降してるうちに、霜降で一句が生まれるんですよ。いつもそう。だから、霜降の、霜が降りる霜降の、あ、わかった。霜降の朝に広がる秋の雲。どう？そんなシーンとする？そんなシーンとするんですか？失礼な、ひどくない？あ、ワニな、ワニさん見えてたからね。いやでもほら、ここはちょっとかっこいい感じにしたいのね。ワニっていう言葉は使わずに、秋の雲っていうね、ちょっと季節感感じる、今日は渋めの一句にしてみました。どう？霜降の雲に広がる秋の雲。え、どう？いいよ、そう、いいね。え、今までで一番ぽくない？いいよいいよ、ということで、今日誰か赤ペン先生いるかな。結構見てくださってる中で、なんか俳句こうした方がいいよっていうね、赤ペン先生がたまにいらっしゃるんですけど、なんかある？霜降りて白い息吐く通勤路、素晴らしい。やっぱそういう情景が浮かぶっていうのがいいですよね。霜降の朝に広がる秋の雲、ちょっと何のひねりもないんですけれども、今日はこれがしっくりくるということで、秋の空の方がいいか。あ、そうだね。秋の空。朝に広がる、霜降の朝に広がる秋の空。オッケー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 。いいじゃないですか。どうですか。どん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 色も染まってきてますし、秋空。霜降だけど、秋の空が広がってるよっていうことで。いいですね。